キャラミグランプリサーキットは、南アフリカ共和国、ハウテン州ヨハネスブルグ市都市圏にあるサーキット。1967年、ヨハネスブルグの郊外の高地にオープン。標高1520メートルの高所にある。以来、海一南アフリカ GP が開催されていた。また、同コースは、ロードレース世界選手権も1983年から85年までの3年間だけ。 シーズン開幕戦として開催されていた。当時にストロークエンジンが主流だった同選手権でヤマハのユーザーがコーチのために燃焼室形状変更を行うなどの特殊な指導性改良策を行っていた。しかし先ほどの F1 と同じくアパルトヘイト問題で86年から開催されなくなくなっていたが92年にシーズン最終戦として復活するも翌年から 再び消滅。99年に再び南アフリカ GP として開催されるようになってからは、ウェルコムサーキットが使用されていた。2005年に資金面で南アフリカ GP がカレンダーから消滅して、現在では南アフリカ GP は開催されていない。1974年の南アフリカ GP 前の試験走行中に、ピーター・レブソンが バーベキューコーナーでクラッシュして死亡。1968年から1985年までのキャラミのコースレイアウト。トム・プライスの死亡事故が起こったのはコントロールラインを過ぎて間もない位置である。1977年の南アフリカ GP ではコースを横断していたコースマーシャルがトム・プライスのマシンに引かれマーシャルが持っていた消火器の直撃を受けたプライスが事故死した。 1985年、アパルトヘイト問題により翌年から、南アフリカ GP 自体の開催がなくなった。1992年に、アパルトヘイト問題が落ち着き、南アフリカ GP が復活。再び開一サーキットとして使われるようになったが、レイアウトを完全に変更し、同じサーキットとは思えないほどの大改修が、なされていた。1993年を最後に、 南アフリカ GP は開催されていない。1993年は財政問題が表面化し銀行からの融資が滞り開催直前までもめにもめた経緯がある。そのためわずか2年で撤退の浮き目にあってしまった。サーキットはその後も当期の F1 のマシンテストなどに利用されたほか2005年11月13日には グランプリマスターズの初戦が開催された。2015年にコースの大回収を行って16コーナーとなった。1コーナーが緩やかな右カーブになり、2コーナーと3コーナーは S 字に変わって4つに増えた。3コーナーからは名称を除き従来のルートと同じである。この際、キンク、バーベキュー、クローソーンなど過去のコーナーの名称を場所を変えて復活させた。 旧コースは一周4104メートルの右回り、高低差が非常に大きい高速サーキットであった。前回で回る超高速の最終コーナー、近区から1コーナーまでの非常に長く、急激に登って、急激に下ってゆく、ホームストレートが名物であった。しかしあまりにも急激すぎる、高低差のため、ストレートの見通しが非常に悪く、 コースを横断するマーシャルの発見に遅れたがために、トム・プライスとマーシャルの悲惨極まりない死亡事故が発生してしまった。1985年までレースが開催された後に大改修が行われ、現在の7コーナー9コーナー間を残し9コースの反対側に左回りで新コースが建設された。新コースは1988年にオープンし、 現在の3コーナー4コーナー間がホームストレートだった。1992年に再度回収が行われ、ストレートでつながれていた12コーナーと1コーナー間を廃止、13コーナーを追加してストレートを新設した。これによりピットやスタートラインも現在の位置に移動された。2015年には第1から第3コーナーを回収して5つに増やし、 上記の通り過去のコーナーの名称を復活させた。オリジナルのコースのうち、現在も残っているのは、サンセット、クラブハウス、エセスのみとなり、旧コースの多くは市街地に変わっている。ありがとうございます。